起きて、朝だよ。もう今日が何の日か忘れちゃったの。こんにちは、ベンジです。ハチプロ風雲録5の続きをやっていきます。朝起きたらいきなり起こされました、桜子ちゃんに。あれ、僕の誕生日だっけ。あれ、僕の誕生日だっけ。何寝ぼけてるの今日はパチンコ勝負の日だよ。あ、そうでした。私先に銀玉会館に行ってるから。はい、朝ごはん。おお、ゆで卵坂東英二か。準備ができたら来てね。はい、ゆうた、さ、行くわよ。頑張ってね。そうだった。僕応援してるから。もう頼むぞ、ゆうた。それじゃあ。どうやら卒業したての鉄人と人々があなたを呼んでいるようです。また通り名が変わったね。あ、腹減った。腹減ったよ。朝、綺麗な朝焼けを眺めながら、僕は一人谷口家の物置から外へ出かけた。桜子と優太が駅前の銀玉会館で待っている。吸血鬼と呼ばれるパチプロとのパチンコ勝負の時間だ。吸血鬼ね。勝負の日の朝飯は、あれよ、タンポポなんて食ってちゃダメよ。いらっしゃい。あ、そば食おう。勝負に勝つために天ぷらそばだ。天ぷらそばとそば湯と水、これでいきましょう。満腹。いいね。大満腹までやっちゃうと腹出るからこれくらいで。銀玉会館はこの先だったっけか。ここだ。おお、並んでる。今日は何があるんだい。いや、ちょっと入れて、裏から回ってみた方がいいんじゃねえのか。ちょっとお前がどけばいいだろ。ここじゃねえな。どうやって回るんだ。こっちからか。こっち行かなくても回れたかもしれないけど。あ、ここ運がどうなる。どうもなんない。春の暖かい日差しの中、どう、こっちか。こうなんだ。制服売ってる店。ちょっと待って、今ここ入れそうだな。入れない。お、健康99だ。いいよ。ここだね。春の暖かい日差しの中、歩いてパチパラ町へ引き返した。さあ、パチンコ勝負どうなるかな。これ、ん？今飯食うときにじっくり食べるって選べなかったかな。時間は強制的に進めることはできないんだろうな、きっと。あったかな。そのままほっぽっていることもできんのかな。お、迎えられてる。吸血鬼はどんなやつだ。こっちだよ。お、そっちか。いた。パチプロが来たやつだ。なんだ、まだ若そうじゃねえか。あんな若いのが神谷に勝てるのか。無理だよ、ちげえね。来てくれてありがとう。すごい人が集まってるわね。そうだね。おいや、どんな凄腕が来るかと思ったら、こんな若造で大丈夫なんですか。お前が神谷か。女男では私が依頼した先生に勝てる望みなどありませんよ。神谷じゃない、用心棒の先生が神谷。どうやらあの工場は私のものになったも同然ですね。
言ってろ。みんなの言うことなんて気にしないで。お願いね。気にしてないよ。勝った時の約束覚えてるだろうな。勝った時の約束覚えてるだろうな。そういう口調。うん、分かってるわよ。お、がぜんやる気が出る。頑張ってね。お、お、運が20ポイント上がった。応援されたから。あ、来た。来たぞ。ちょっと怪我してるぞ。そこで車に轢かれたんじゃね。先生、どうもありがとうございます。こんなむさ苦しい場所までご足労いただいて。かっこいいね。まさか彼が今日の相手なの？この女の人もかっこいい。あ、はい、そうなんです。先生なら。楽勝も楽勝、大楽勝でございましょう。言ってろ。まったくね。言ってろ。よせ、リリー。おお、かっこいいぞ、吸血鬼。私は相手が誰であろうと、気を抜くようなことはしない。常に全力で勝負するのみだ。失礼、そうでしたね。いいこと言ったね。君。君はまだ若いようだが、名前は？アサイベンジです。お互い悔いのない勝負をしよう。おう、おっさんも頑張れよ。うん、俺が勝ったらその赤いスーツの女は俺のもんだ。桜子ちゃんびっくりしてんじゃん。あら、いいわよ。もし勝ったらあなたのものになってあげるわ。マジかよ。まあ万が一にも勝てることなんてないでしょうけどね、坊や。ほう、あ、嘆きっすけど運上がんねえから。時間のようです。それでは依頼主藤原氏と小川氏の大打ちパチンコ勝負を行います。そっか、どっちも大打ちだよ。おお、ああ、一対一だね。卒業したての鉄人、浅井ベンチ。吸血鬼神谷。どんな強えんだろう。てか、パチンコでそんな強いって、パチプロ必殺技をなんかすげえの持ってるとかかな。もう、チート気味に当ててくるかな。はい、ルールは一緒だね。よし、行け。まずは前回言ったように打ち出し、てか向こうのあの経験値ってたまるのめちゃくちゃ早いんだけど、あのレベル1とか2とかなってるのがたまるとパチプロ必殺技を打てるようになる。ちなみに私は今何も必殺技持ってます。なんかいい空気じゃないね。ワープがちょっと悪いな。まあここら辺でいいか。うん、ちゃんと回ってるね。ピーチ。え？突然店内の明かりが消え、パチンコ勝負は中断してしまった。僕の周りにいた多くの観客たちは停電だと騒ぎ始めている。そういう汚い手使ってくる？もうあれでしょ？電気ついたら神谷の周りに泥箱が積んであるんでしょ？ちょっと神谷さん？電気が消えたぞ！何があったんだ？明かりをつけろ！皆さん、静かに。殺人事件でも起こるかな。ブレーカーが落とされてます。何？早くつけなさい。誰だ？みんないるよね。一体誰がこんなことを。
どうするの？またやり直すの？今日は続行は不可能でしょう。なんで？また誰かが妨害をするとも限りませんし。ブレーカーの前に立ってろよ。明日再勝負を行いたいと思います。あ、そうですか。なんですって？神谷は明日から海外に行かなければならないのよ。へえ。それでは代理のパチプロを連れてきてください。ほう。仕方ないですね。わかりました。あなたの実力はわかりましたから、相応のパチプロを連れてきましょう。いや、本当かよ。まだ2回転しかしてねえんだけど。残念だったな、こんなことになってしまって。本当だよ。この世界にいればまた勝負をすることもあるだろう。ああ、楽しみにしとくよ。でもあんたちょっと声小さいけどね。あ、ちょっとこいつはなんかいいやつだから。いいやつかわかんねえけど、ちょっとこういう感じで。もっと強くなってあなたに勝ってみせます、うん、正々堂々と勝負したいよこいつとは、待っているよ。おお、リリー行こうか。リリーを取られそうになったからこいつがブレーカー落としたんじゃないか。それでは皆さん、お先に失礼。はい。また投げキスされたね。シラバドが320ポイント。ちょっと待って。99がマックスじゃないんだ。いやー、もうちょっと神谷を見たかったな。誰がブレーカーを落としたのかしら。本当だよ。うちびろいしたな。帰って花札でもやるか。花札なんだか大変だったね。残念だよ。できれば次の勝負も君にお願いしたいんだけど。もちろん任せとけよ。勝った時の約束はまだ有効なんだろう。勝った時の約束はまだ有効なんだろう。分かってるわよ。だからお願いね。おう、任せとけ。ねえ、約束って何？ガキは黙ってろ。あんたは知らなくていいの。そうだそうだ。じゃあ私たち先に帰ってご飯の用意しておくわ。うん、お願い。おお。本当だよ。せっかくリリーを我が手にできるとこだったのに。あ、本日の営業は、これで。へえ、そうなんだ。すごい有名人なんだね、神谷。神谷明。お、誰だお前。よう、お疲れさん。おう、ありがとう。てめえか、この野郎。俺が停電にしてやったから、お前は負けずに済んだ。あのまま勝負を続けてたら、今頃お前はドブ川で魚の餌になってるところだ。なってねえよ。負けてそんな約束はしてないから。いわば、俺はお前の命の恩人だ。余計なことしやがって。ほら、10万玉に負けといてやるから、さっさとやろうよ。400万なんですよ。あなたは誰なんですか？あなた、誰なんですか？名前を聞く前に払うもの払え。ったく、最近の若い奴は礼儀がなってね。まあいい。今日のところは貸しにしといてやる。ええ。ちゃんと返せよ。俺は、乾ってもパチンコ勝負でわからないことがあったら、俺に聞きな。よし、警察行こう。乾って人に恐喝されてます。じゃあな、また会おうぜ。こいつは嫌なやつだね。ちなみに実際のパチンコ屋で停電になったとして、今大当たり中だとします。で、停電開けたら大当たりが途中で終わってました。この場合にお金は返ってきません。天災とかそういう停電とかは保証しないっていうのが必ずパチンコ屋に書かれてます。ただ一概にそうとは言えないんですけど、ね、
イヌイをちょっと。家帰るか。みんな。あ？どっちだ？こっちか。ここか。いや、残念だったね、さくらこちゃん。昼、すっきりしない春の空を眺めながら、僕は曲がりしている谷口家の物置へ帰った。すっきりしないのは俺の気分だよ。せっかく神谷明との勝負だったのに。いいよ。なんか冷たい。帰ってきたんだ。はい、ご飯ね。ただで食えんだ。じっくり。ただ。これ向かいの、あれじゃないの？あえて酢うどんと生卵にしようか。いただきます。いや、いつもこの格好するな。僕は桜子の手料理での昼食に酢うどん生卵を頼んで時間を過ごした。親父は相変わらず寝てるな。うん、そうだ、明日だったな。ダメ、親父は。ちょっと外出とくか。家にこもってても仕方ねえ。夕方、雲の奥に隠れた夕日を見ながら、僕は一人、谷口家の物置から外へ出かけた。出かけに、足の小指を壁にぶつけた。よくぶつけるねえ。あ、銭湯入って清潔度上げといた方がいいかな。今、清潔度は？あ、19! すっげえ下がってんじゃん。銭湯、銭湯。ここだ。まさか銭湯が意味を持ってくるとは思わなかったな。はい、銭湯入ります。あれ？前回来た時も夕方だったかな？はい。じゃあまあ、風呂入ってきます。あ、ちょっと待って。お！腹！ちょっと出てる。満腹だとちょっと出るな。こっちに入る。ああ、たぎらせよう。たぎるぜ。あ、いいね。完璧。で、このバンダイのおばちゃんに話しかけると、牛乳飲めるでしょ？やっぱり。コーヒー牛乳。風呂桶。へぇー。あ、その場では飲まないんだ。飲んどこうよ。あ、リンゴだ。食べる。満腹になった。じゃあこれで翌日のパチプロ勝負に備えよう。うん、足の指はぶつけなかったね。今帰ったぞ。はい、じゃあ今日はここでセーブして、次の日パチンコ勝負ですね。はい、じゃあ次はどんなのが出てくるか、今度はまともに勝負すると思います、きっとね。吸血鬼よりもっと弱いやつが来ると思いますけど、まあ修羅場とかね、今385もあるからね。これが高いのか低いのか。
修羅のとこだけ桁おかしくない？百、千、万、十万、百万の桁まで入りそうだよね、あの数字。健康99、清潔99、運33、鋭さ38。まあ、いけるでしょう。お！全然変わってる。鬼畜になってる。選択肢か。はあ、ははあ、リリーをよこせだとか、そういうことを言ってたら、鬼畜、鬼畜な方になっちゃってる。まあいいか。情熱的で鬼畜。これがどんどん変わってくんだろうね、この性格は。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。次回は、代わりの、吸血鬼の代わりの大打ちの人とパチンコ勝負になります。そこで勝てば、桜子をものにできると。はい。じゃあ、次回頑張っていきましょう。はい。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。